ちょっと途中で一回切って、ちゃんと入ってるかどうか。あ、わかりました、わかりました。画角とか。うん。画角は大丈夫と思うんですけど、もう一人誰か。この辺りとかなんか入っちゃったりとか、それが。それは大丈夫です。大丈夫ですか。うん。じゃあ、ちょっと今、普通に、今ちょうどいい感じで、これは入んないですね。じゃあ、ちょっと手で少し押して。あ、わかりました。ちょっとじゃあ。念のため、すいません。これでいける、これで大丈夫ですね。完璧です、完璧です。フォロワー1万4000人の YouTuber の仕事に使ってしまいました。いや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 。レックになってるので大丈夫だと思います。これってもう、ちなみにあれで音ってあれで撮っちゃうんです。なんか、うん、結構音が、あそこで撮ってると届かないことがあるので、うん、このスマホで撮って、うん、で、後で、重ねるんですか？ガチャンコしちゃうんですよ。あ、じゃあ一応撮っててください。それしましょう。一応じゃあここに置いておきます。はい。でもそれ簡単にできるので、言っていただければ、あ、そうですか。こっちでやっちゃいます。ずれてきますね。あ、結構ちゃんとできます。できるもんですか。少し技がいるんですけど。まあ、その辺は。いつもそれでやってるので。え、そうなんですか。はい。やってこれぐらいの距離で、僕いつも iPad なんですけど、iPad をあそこに置くと、取れなくはないんですけど、ちょっとちっちゃいなっていう。やっぱりそれ向きにはできてないんでしょうね、マイクが。ここに置いて、で、後で一緒にすると、ちょうど良くなりますね。なんか舞台裏話ばっかりしてると、ああじゃあちょっとそのまあこのままシームレスに 入っていけばいいと思う。ちょっとその冒頭部分を作りましょう。そうですね。今日実際どうするの？先にじゃあ始まる前に軽くなんかこんな話とかあります？こうざっと僕もせっかくなんでなんか。まあ、大体この本の苦労話とかどういうふうに読んでほしいかとか、その。結局僕の中見てないんで、それでもその僕のなんていうか好奇心でいろいろ聞いていけたらいいかなと。で、狩野さんが出てた時の、新刊聞くとか、ああいうような感じのイメージで、わかりました。ちなみにこれって、アップロードはそんなにすぐじゃないですよね。すぐやります？なんかすぐだったら、例えば平井さんのこの日本滞在中の話とかなんか振ろうかなと思って、イベントいつやりますとか。あ、そういう告知的、そういう告知的なとか。あ、それはね、もう時間的に厳しいから。いいですか、わかりました。じゃあ、とりあえずこの本の話聞いていただいて、で、まあ後で僕のパート、僕のチャンネルで公開するパートの方でなんかいろいろと平井さんの話を考えて、編集されるやつでしょうから、それはもう面白いところを適宜選んで、はい、わかりました。僕の方はもう波があっていいんだけど、 BA ってそれが良さですからね。うん、っていうか、後からなんか 1.5 倍速で見てもらえばいいかなと思います。BA は結構こうよくお風呂とか家事とかしながらこう、そう、環境音というかね、そういうふうにしていただければいいんじゃないかなと思ってるんで、そのなんていうんですか、かぶりつきで見てもらうような感じではない。1時間半こうグラッていうのもなかなか、どんな映像でも結構大変だと思うんですよ。ちょうどいいんですよね、だから、ありがとうございます。で、なんかオープニング的なところで、はい、今日はなんと大スター YouTuber 1万が4千人ですか。1万4千人、登録者数1万4千人超えの文学圏スケザネチャンネル、スケザネ図書館、図書館になってるんですね。はい、スケザネ図書館のスケザネさんをゲストに、というかコラボで、スケザネさんが出されたばかりの物語の鍵でした。はい、物語の鍵の制作秘話、についていろいろざっくばらんにゆるく楽しくお話ししていきたいと思います。平井さん、お忙しいところよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやいや、平井さんとは前 BA チャンネル出してもらったんですけど、こうやって直接お会いするの実は初めて。初対面です、ね、初対面。なんかもう全然初対面なんじゃないんですけど、しかも僕にとっては、僕はアメリカにいるんですけど、助田さんの生活時間帯がかなりその酔いっぱりで
僕と全然時差を感じさせないと。日本とアメリカ、その東海岸と昼夜がちょうどひっくり返るぐらいな、あの12時間ぐらい、ね、もっとあるんですけど、12時間、13時間あるんですけども、なんか助澤さん、僕と同じ生活時間帯に生きてるっていうか、見える人はすぐちゃんとツイートの DM を送ってもすぐ返事が来たりしてあれ、なんでこの人こんな時間帯に起きてるんだっていうだから全然その遠くにいる感じを与えない方なんですけどそんな風に捉えていたらしい。そうそう、身近です、身近です。アメリカ時間で生きてるんだこいつ。そうそうそうでも助澤さん、あの自分の本職と、はい、その文筆とかいろいろな本を読んだりっていう活動を2つを同時にこなされてるじゃないですか、はいはい、あれってどういうふうに時間の、なんていうんですか、1日の組み立てってできてるんですか。あ、基本的に僕、まあ、本当に今普通に働いてるので、うん、月曜日から金曜までフルタイムでやってて、うん、で今リモートワークになってるので、うん、結構その通勤時間はないんですよ、うん、だから夜、まあ、本当仕事がバツッと19時とか20時に終わって、そこからもすぐ、うん、あの作業に入れるっていうのがあるんで、まあ、そこで結構がっつり時間を取ってるのと、うん、あとは当然土日ですね、うん、でこういろいろとそういう副業の活動をしているっていうところで、うん、これ僕もこの活動を始めたのはコロナ、うん、リモートワークが始まってからなんで、うん、それがなかったら難しかったと思います。なるほどね、はい、朝会社に行って会社でずっとその帰宅の時間まで詰め込みで、その後家帰って疲れた、それから仕事するって大変ですよね。そうなんですよ、そこの移動もやっぱ体力もあるじゃないですか、時間だけじゃなくて、そこが全部ないので、なのでやってます。なるほどね。だからコロナのちょっとまあおかげって言っちゃいまあまあ、んですけど、まあ、そういうことなんですよ、実際で時代が生んだ助さねとでもそうかもしれないですね。結構 Zoom の対談とかがあれですごい一般的になってたじゃないですか、うん、それ大きいですね。編集の人にやっぱり言われたのが、それがあったから結構いろんな仕事が、うん、あの作家の小川陽子さんとか、うん、あの田原町さんとか、うん、そのいわゆる大物と話してもらったら全部 Zoom なんですよ、うん、やっぱ実際に呼んでとかだと難しかった気がするので、うん、それはこうある種こう時代の波に乗らせてもらったところはある気がしますね。ね、だって田原さんが YouTube ですよあの田原マジか YouTube ってどういうことなんだろうまあ帯も書いてもらってますからね、はい、素晴らしい、おんぶり抱っこで本当に田原さんに。でもあれですね、田原さんにしろ小川さんにしろ、あの年上の、うんうん、女性のなんて言うんでしょうか、方から信頼を受けやすいという。確かにそうかもしれないですね、うん、結構出ていただいてる方、うんうん、多いですね、うん、はい、だからそれはもう助澤さんの人徳のなんていうかな、たまものと言うんでしょうか、本当にありがたい限りなんですけど、うんうん、はい、あのこの本書かれてからどの、あ、書いてる期間っていうのはどのくらい、一番最初に、版元が笠間書院っていう、うん、国文学系の出版なんですけど、うん、お話をいただいたのが2020年の、うん、末ですね、うん、本当に末でした、うん、なのでそこから出版したのが2000、今年の7月なので、大体1年半ぐらいかけて書きましたね、うん、はい、そのような時間感覚、うん、まあ、でもゲラの直しとか印刷とかも含めるとその時間短くなるから、まあ、賞味 1年ぐらいですか。そうですね、1年ちょいぐらいですね、まあ、ほぼほぼ脱稿したのが今年の3月とかそれぐらいだったので、まあ、大体1年ちょいぐらいですね、うん、35?30? その鍵の数、あ、鍵は、38になってます。38、すいません、はい、あの僕もこれ、うん、色覚えなんででもその38っていう数字にこだわったのか、何もないです、あのそれは何もないです。いろいろその見て、あ、ちょっとこれダメかなっていうのを抜いてったら38になったとか、そういう感じです。あのこれ、裏話としてはこれもともと3倍ぐらいだったんですよ。なるほど、あの原句文字数として、今大体多分13、4万字ぐらいだと思うんですけど、僕30万字くらい書いちゃって、それで編集の人がこれだと辞書になりますんで勘弁してください、あこれじゃあの売れませんと、なんとか2000に収めたいというところで、じゃあちょっと削っていきましょうっていうところで、まあいろいろ削っていった結果、たまたま38になったっていうだけなので、それぞれの部分からちょっとずつこっちもこっちもって削っていった感じ。あ、両方あります、もうごっそり落とした章もありますし、今残っているところからちょっと後半の方落としましょうとか、両方やって、もうなんとかなんとかして。ということは、そのごっそり抜けた部分をその加湿して続編って形で出すことも可能なんですか。あ、ありますね、まあ、今あの大きな声じゃないですけど、もうすでに動いてます。おさすがへえ
それであれですよね、出版されてまだ1ヶ月ちょうど今日が、9月の10日ぐらいなんですけど、出たのが一応7月の27、なので1週間、1ヶ月半ぐらいですね、はい、それでもう10半になりました、おかげさまで。でまあ、その数は言えないんでしょうけど、最初に刷ったか数と同じぐらい重版するとか、そういう感じになってた。そこまではしないんですけど、はい、まあでも重版の数もそこそこ出していただいて、はい、そうですよね。本当だったら皆さん、その登録者1万4000人みんなが買えば1万4000部ですよ、ね、そうですよ、全部買えばそうですよ。だから逆に言うとまだみんな買ってくれてないんですよ。買ってもらって、まずは1万部、1万部になったらきっと1万部って言うんで、言ってないってことは1万部は出ていってないんですよ。ちゃんと登録してる人皆さん買っていただいて、お父さんお母さん息子娘さんみんなで芋づる式になんか万とか言うと、そのあの漫画のジャンプとかそういう世界になってくるなと思うんですけど、そうですね、やっぱりこういう文学とか人文書とかで1万ってかなり奇跡に近い数じゃないですか、なかなか。今やっぱそれはなかなか難しい世の中なので、まあ大体これで何部ぐらい出てるのかバレそうなもんなんですけど、そういう観点からいくと結構可愛がっていただいてる方ではありますね。あの書店っていうか、その風間書院さんの、はい、なんて言うんでしょうか、非常に喜んでいるっていう。あ、そうですね、すごい言っていただきます、それは。結構笠間書院ってもともとが本当にこう箱に入ったような、もう昔の古い国文学系の方も出して、あ、なるほど、もう5桁とかそれを値段で言うとするようなところが主で、ここ3年4年ぐらいで、僕の本みたいに少しこう柔らかく、高校生とか大学生の人にも手に取ってもらえるっていう本をたくさん出してるんですね。よく出たところだと、例えば僕と同い年ぐらいの三宅佳穂さんっていう書評家の人の本だったりとか、人生を狂わせて、そうです、その方です。あれは、厳密に言うとあの本が別の出版社なんですけど、あの人の、4作目ぐらいとかが、笠間で、そういう本も並びで出してもらって、その並びでは結構、いい売れ行きですということで言っていただきます。だから本当に、出して1ヶ月半くらい経って、僕すごいイベントやったんですよ。いつやりました？今のところいくつかな、ちょっと分かんないです、多分5個ぐらいやってて、出版してすぐお盆休みで、その間あんまり動けなかったでしょ。いや、むしろお盆休みなのいいことに、あちこちやりました。あ、そうですか。僕仕事がやっぱあるので、普段って例えば地方とかちょっと行きにくいんですよ。そうですね。なんかお盆だからちょうどいいやって言って、京都行ったりとか。なるほど。で、いろいろやって、でそういうのを結構この1年半ぐらい YouTube の関係があって、いろんなつてが僕できてたので、笠間書院の営業さん差し置いて僕が勝手に足取って行って、ありがとうございますってよく疲れながら言ってます。本当になんかすいませんって言いながら。僕はその昔ながらの考えだったんで、お盆の前に本出して大丈夫かなとか、何のイベントも組めないじゃんとかって思って、そうか、お盆休みから休むもんですもんね。そう、てかそこがなんかこう2週間何も動かなくなっちゃうじゃないですか。あ、だからそうかそうか、で、そのお盆明けか、もうちょっとお盆よりずいぶん前、1ヶ月ぐらい前ぐらいのタイミングの方がいいんじゃないかなと思ったけど、なるほどね。むしろ、そこを狙ったと。まあそうだ、結果としてだから、あとちょうど夏休みじゃないですか。はいはいはい。でそこでやっぱ高校生の方とか大学生の方とかに、夏休みのこう読書感想文だったりとか、夏休みの読書のお供としてという側面もありました、ね。そう、なんか先ほどちょっと打ち合わせの時に聞いたのは、もう文学好きで好きでたまらないっていう文学少年少女も読んでほしいですけれども、その全く普段は本を読まなかったり、その漫画とかゲームとかそちらが好きな、あんまり本の世界とは遠い人たちにも手に取りやすい入り口となるような本を目指したみたいなことを言われてたと思うんですけど、その通りです、はい、まさに、まあ、これ、ざっと中身紹介すると、その物語の鍵というタイトルで、物語のもっと楽しめるような視点だったりとか、切り口だったりとか理論とか、そういうものを鍵と総称して、もう一応38個紹介しているというコンセプトになってまして、僕自身がもともと本をいっぱい読んできた人間じゃないので、ゲームだったりとか漫画とかが好きで、
そういうものを総称して物語と、はいはい、だいろいろなそういった例えば漫画だったりとか、うん、ゲームっていうのをいっぱい題材として入れてるんですよ、うん、そこを題材にして例えばフェミニズム批評だったりとか、うん、語り手とかですね、うん、バクチンとかですね、うん、そういうものにこういろいろとそこから入ってってもらうと、うん、だから入り口は結構広く、うん、で出口はちょっとこう高めにご設定してっていうところで、うん、普段漫画が好きです、うん、ゲームが好きです、あんまり小説読みませんっていう人にもこう本格的に物語を楽しんでもらうにはどうすればいいんだろうっていうところを結構考えた本なので、うん、中には本当鬼滅の刃だったりとか呪術廻戦だったりとか、うん、ドラゴンクエストだったりとかそういう、まあ、いわゆるいろんなポップカルチャーが入ってるので、うん、ぜひ臆せず、いろんな人にとってほしいなと思います、ね、うん、はい、助田さん本職はゲーム作家。あ、そうです。で、ご自身が作ったゲームも入ってたりしますか。あ、それ大きな声で言えないんでちょっとダメです。なるほど、なるほど。大人の事情があるんですよね。そっかそっか。どうでしょう、リアクション、いろいろ、まあ、そのもう重版が決まったということでね、はい、それからいろいろイベント重なってきて、まあ、うんうん、ロックスターのようにコンサートに次ぐコンサートって感じでライブに次ぐライブと、ライブに次ぐライブで全国地方、地方営業して営業して、はい、うん、どうですか。そうです。いや、まあ、僕もこれまで YouTube やってきた中で、うん、YouTube とかいろいろやってきた中で、うん、もうぶっちぎりでやっぱり反響がいただいていて、うん、まあ、そのエゴサとかですね、うん、あんまエゴサしないんですけど、うん、もう毎日エゴサしてるんですけど、うん、最近は、うん、たくさんいただいてますし、うん、いろんなサイトでのこうレビューだったりとかもしてもらったりとか、うん、あとはやっぱり これまで手に取ってくれなかったであろう、うん、そうっていう、うん、それが2つの意味であって、うん、1つはさっき申し上げたような普段あんま本読まないかもしれないなっていう人が、うん、これでいろいろ物語楽しめるようになりそうって言ってくれたりとか、言ってくれるのと、あとはもう一個は、まあ、この人も読んでくれたんだというようなところで、うん、まあ、このチャンネルに出てくださった中西京子先生とかがツイートしてくださったりとか、うん、なんかそういういろんな人にやっぱり本になったことによって、うん、YouTube だけだったら届かなかったかもしれないっていう人にも届いたし、うん、あとはこうやっぱりみんなこうなんですかね、こう本が出たっていうことで、じゃあちょっと YouTube を見よう、見てやろうかみたいな、うん、そういういいなんかサイクルがあ、それいいですね、あるっていうのはあります、はい、そう、僕もとその勝手な思い込みで、その読書家は YouTube 見ないと、あ、ずっと思い込みがあったんですね、はいはいはい、で、その、まあ、そうしたらだんだん読書系、書評系の YouTuber っていうのがポツポツ出てきて、うん、売れっ子みたいな人も出てきて、うんうんうん、世の中だんだん変わってきてるんだな、特に若い世代の人だったらその YouTube って、まあ、生活の一部になってるから、あんまりなんかそのおじさんたちみたいにその YouTube なんてっていう感じで、うんうん、中学生のなんてガキのあれだろうみたいなそういうなんていうんですか、偏見なく皆さん普段から馴染んでるので、そういうところで新しい手に取りやすいなんか楽しいものが本の世界にもあるんだよっていうのを見ていただくには本当に何ていうかいい流れができてるんじゃないかななんて思うんですけども、そうですね、うんうん、僕がだから、まあ、YouTube 始めて1年あ2年ぐらい経ちますけれども、うんうん、確かにさっき平井さんがおっしゃった通り、うんうん、YouTube っていうものの視聴者層っていうのは結構変わってる感じはあるんですよね、うんうん、さっきも打ち合わせで話してた時に PH チャンネルを始められたのも、うん、コロナになった前後ぐらいでっていうふうにおっしゃってて、うんうん、やっぱりあの辺りぐらいからわーっと、うんうん、こう文学だったりとかそういったものにまつわる YouTuber の人って増えたと思うんですよ、うんうん、で実際結構例えば哲学の劇場だったりとか、はい、そういうあとは小学校の豊崎美さんみたいな、うん、こう本職でもうがっつりやってますっていう人が YouTube に参入してきて、うんうん、結構いっぱいやるとか林真理子さんとかも始めたかな、うん、で一方で、まあ、僕とかみたいに YouTube での人っていうのもちょこちょこ出てきてっていう、うん、まあ、YouTube がそういう場としてだいぶ成熟した感じがあって、うん、具体的に言うと僕のチャンネルで、うん、YouTube ってやってるとこう視聴者の年齢層とか見れるじゃないですか、はいはいはい、僕見ると結構どの年齢層もいるんですよ、ね、あ、それいいですね、はい、で上は本当60代以上までとかも、うん、結構 10% ぐらい、ここにいたりとか、うん、15% ぐらいいたりとか、うん、さっき言ってたようなもう偏見がないですっていうのも増えてるし、うん、やっぱりもうなんか YouTube っていうのは一つのこうプラットフォームとして確立されたなんかありますね、うんうん、そうなんですよ。だから僕のチャンネルはやっぱりちょっと年齢の高い人が多いんだけれども
その最近ね、その現代の魔女シリーズを始めて、うんうんうん、例えば女性男性の比率はかなり圧倒的に女性が多くなってきてますので、ね、それから助谷さんに出ていただいたおかげで若い世代からもフォロワーが出てきたんで、うんうんうん、ありがたいことだなと思ってるんですけどね。ちなみに平井さんって普段英語圏のお住まいだと思うんですけど、うん、その英語でそういう文学とか、うん、こう思想だったりとかの YouTuber の人と調べたりされます？見ないですね。あ、うん、もう言うのがいるんですかね。言うのかもしれないですけど、うん、なるほどなるほど。まあ日本だと結構最近ちょっと頭打ちになったかなっていう感じがあるんですけど、本当に2年ぐらいでわーっとたくさん出て、うん、大小出てたくさん、うん、今、ね、トータの時代に入ってるんですか。ああですね、なんかもう、うん、そもそもやっぱり YouTuber っていうものが、うん、もうちょっとこうてっぺん迎えた感じが、前世紀はやっぱりちょっとこう、うん、過ぎてた感じは、うん、昔のいわゆる一般的な YouTuber のこう、うん、ヒカキンさんだったりとか、うん、そういう人がわーっと出て、うん、なんか YouTuber っていうものがある種ちょっと市民権を得て、うん、根付いた感じがあるんですよね、うん、だからもうそんなに目新しいものでもなくなって、うん、である程度出揃って、じゃあここからはそれがどうなっていくかっていうところで、うん、YouTuber として続けていく人、またいろいろとそこから派生していく人っていうのが、うんうん、出てる感じはします。なるほどなるほど、そうですね。だ結構こう際どい話ですけど、うん、YouTube っていうもの、 YouTuber っていうものが今後向こう10年20年ずっと続いてはいかないと思うので、うん、まあそういう意味で僕はこれどっかで言ったかもしれないですけど、そもそも YouTube を始めた理由は本を出したかったから YouTube を始めてるので、なるほど、まあ、それが一つ目的を、はい、達成できたっていう、第一弾達成したと、そういうことですね、はい、なるほどなるほど、そうなんです、そうなんです、うん、いかにこう YouTube っていうものを入り口に広げていけるかっていうところで、うん、うん、なんか良かったなと思ってます。なるほどなるほど、はい、ちょっと一旦ここで切って、はい、ちゃんと撮れてるか見てください。これだけ喋って撮りたかったら困っちゃうんですけど、僕普段これ日本に置きっぱなしの機材の方なんで、その普段使い慣れてるものではないんですね、うん、それでは後半部スタートさせました。水とか大丈夫ですか。ちょっと一回呼吸しちゃいますか、うん、結構喋り倒しでしたね。そっち側に置いといて大丈夫ですよ、うん、おかわり出ますか。あ、じゃあちょっと、よいしょあ、すいません、久々の2年半ぶりぐらいの投稿ということで、うん、まあ、コロナがあってしばらくずっと帰ってこられなかったと思われると思うんですけど、うん、まだ帰ってきて3日ぐらいだと思うんですけど、そうですよ、だからもう時差ぼけがガンガンな状態で朝もすごい早く起きられる、そうですよ、朝の3時とかに目がパッチリ開いちゃうみたいなしょうがないですよね、実際、うん、どうですか、まだあんまり時間経ってないんであれだと思うんですけど、うん、久々の日本はどうですか。なんかやっぱりアメリカとは全然違う世界だなとか、日本だと一応その結構感染者、コロナの感染者多いんですけど、割と夜の街とか行くと結構人が出てますね、人がいたりとか、うん、アメリカの方ってどうですか、平井さんの人、うん、ね、レストランとか開いて入って中で食べたりできますけれど、うん、気をつけてる人は行かないから、あ、そうですか、うん、まだ結構気をつけ、人によっては結構徹底してますから、ね、うん、そう、だからうちは気をつけてる方なんで、あんま、うん、まだ外食とかほとんどしてないですね。で、そういう時に助谷さんが京都のすき焼きの写真とか、この人会食よくやるなとかって思ってで、日本のなんかそのレベルがあれ、実は今世界一になってて、そうですね、うん、すごいな、なんていうか日本狂っちゃってるのかなとか思ってこういうのスタンダードですそれで本当だったら僕 BH は恒例の寿司会って、僕帰ってくるたびにその、うん、本を出された方とか、まあ、僕の友人の研究者の人、うん、それから編集者の人とかアーティストの人とか呼んで、なんか非常にざっくばらんな、うん、面白い会をやってるんですけど、うん、
で、助田さんにもその前から来てほしいなと思っていて、うんうんうん、でたまたま助田さんからどうでしょうっていうか、その一応僕その帰ってきて3日後ぐらいの考えてた、初めは考えてたんで、うんうん、そのコロナのことが頭に全然ない状態で大丈夫かなと思って言った時に、まあ、大体9月10日ぐらいがいいんじゃないかと思ってますみたいな、うん、でその後連絡してなかったんで、助田さんから連絡いただいて9月3日大丈夫でしょうかって言って、うんうん、で今日本の状況全然それとは変わっちゃってるから、どうなんでしょう、僕は OK って言ってもいいですけど、皆さんが乗ってくれる方が今分かんない状況ですよね、うん、どうですか、助田さん結構外食してますよねでも一応まあ4人がマックスかなと。そうですね、うん、でも4人だとね、我々2人出たらあと2人しか呼べないんで、そうですね、うん、ちょっと寿司会には、寿司会大体少なくて6、8人から、うん、まあ10人ちょいぐらいのこともあるんですけど、まあそのぐらいなんで、うん、そうするとやっぱりちょっと勇気がいるかな、ちょっとそうですね、うん、僕は良くても他の人は勇気がいる人がいるかもしれないんで、なかなか難しいと、いろいろ本当に紹介したい、そのダンテを訳せた原さんとか、それからヒパティを訳されたケフコさんとかね、いろいろ紹介したい人たちがいるんですけど、うん、まあそうです、まあ、僕も年がら年中出ちゃってるんですけどなかなかまだ5人超えたことはないですね。ですよね、はい、うん、だからしょうがないんで、その寿司会ちょっと今まだ読み切れないんで、とりあえず、2人でね、うんうん、助さんさんの本の紹介の動画撮らせてくださいよって言ったら、いやいや、喜んで、お忙しい中来ていただいて、今撮ってるわけなんですけど、それも本当平井さんにも一度直接やっぱお目にかかってみたいっていうのがあったので、今日こうして会えて大変嬉しいですよ。ありがとうございます。なんかもうズーム越しだと、そうですね、本当に慣れたなんかいつも気安くしていただいて、本当なんか気安くさせていただいて本当にありがたい感じなんですけど、うん、でこうやって会うと、なんかこんなテンポよく喋れるんだと思ってなかったですね。だから我々漫才コンビを結成するかもしれないです本題に戻りますけども、はい、その BS チャンネルとかを見てる層にもちょっと、はい、こういうところが面白いんじゃないかみたいなのあります。例えばガックマに触れてるとか。ありがとうございます。いいこと聞いていただきましたすごいこと聞いていただきました。この方やっぱライトだ、さっきもライトの面を強調したんですけど、ちらっと言った通り、さっき入り口は広くで、出口はちょっと高くっていうところで、結構いろんなこと書いてて、それこそ学間高山博士が出てきたりとかですね、あとは、ミクロコスモスとマクロコスモスの話が少しあったりとかですね、一応少しそういうのも入れてまして、この方はちょっと、目次をですねパラパラと見ると、大きくですね、全6章、序章を入れて全6章に合わさってなってます。で一番最初が物語の基本的な仕組みとして、例えば物語論と言われる語り手と他にこう考えたりとか、でその後虫の視点というところでメタファーとかですね、一文一文をちゃんと読んでいこうと。で、BH の方にぜひこういろいろと見てほしいのは第3章の鳥の視点で読んでみるというところで、さっきの虫の視点というのは一文一文とか結構細かく見ていくのに対して、鳥の視点はこうもっと作品全体を大きく見ていく、作品からもっといろいろと飛び出していこうというところで、例えばですね、鍵のナンバー24には、他のジャンルを、使ってみようというところで、文学に対して自然科学だったりとか、音楽だったりとか、まあ、いろんな他の学問分野というのを、使ってみることでよりよく楽しめるんじゃないかというところで、まあ、一つ自然科学を用いて読んでみようと。そこで学魔が出てきます。お、はい、しかもその英文学とかじゃなくて自然科学で。自然科学で。おなるほど。しかも具体例はゲーテテっていうところで、はい、もう英文学何も関係ないじゃないかっていうところで、はい、元はニュートンの話で一回も出させてもらって、ちょうどあの時代って、ヨーロッパ全体でその光学、光についていろいろと考えて、そのニュートンだったりとか、まあ、それこそゲーテだったりとか、その流れの中で、特にこうゲーテが虹について読んでる詩を、どういうその当時の